ファッションヘッドラインは日本のウェブサイト。2012年に設立されたファッション総合ニュースサイトで三越伊勢丹ホールディングスとイードの合弁による株式会社ファッションヘッドラインが運営主体となっている。ファッション業界の最新ニュースを1日あたり15本、月間350本から400本のペースで配信している。三越伊勢丹のいわゆる オーンドメディアではあるものの、自社製品の宣伝を主目的とする一般的な温度メディアとは違い、ファッション業界を盛り上げる中立的なニュースメディアというスタンスをとっており、三越伊勢丹関連のニュースは、全体の1割程度、競合他社の動向を伝えるニュースも数多く、配信するなどで一般的な温度メディアとは一線を画する形となっている。 三越伊勢丹ホールディングスとメディア運営業者のイードが2012年12月3日に合弁会社ファッションヘッドラインを設立。三越伊勢丹ホールディングスが95%、イードが5%の出資比率で、三越伊勢丹の営業本部、営業制作部ウェブ企画担当長にあたる田沼、和俊氏が代表取締役に就任。 伊勢丹新宿本店3階のリニューアルオープンに合わせて5日に運営開始となった。後2015年に時の編集長の方針に従う形での全面的なリニューアルを実施している。ファッション業界に特化したニュースを配信。発足と同時に以上の10のカテゴリーを設置。イードからの出向編集者2.3名が伊勢丹側と混成した上で編集部を形成。 元インファズの野田達也が編集長に就任した。翌2013年、開設1周年を迎えた12月を持ち野田達也が退任、開設以来の副編集長であった、江ベ原光弘が新たに編集長に就任した。開設1年半後に当たる2014年7月時点で5名体制の編集部、そこにライターなどの外部スタッフが加わる、制作運用体制となっている。 当初は収益源としての広告の導入に対してブランドイメージとの兼ね合いの面から三越伊勢丹側が難色を示していたもののやがてはイード側からの提案を受け入れる形で Google AdSense を導入運営開始後1年10ヶ月目でメディア事業単体での黒字化が達成されるに至った Twitter やインスタグラムなどの各種 SNS の配信にも着手している 2013年の試算によれば、ツイッターのフォロワー数は1354で、ザ・ファッションポストに次いで、1000件プラスをしのぐ、ファッション系、中62位。ライブドアニュース、エキサイトニュース、ウーマンエキサイトニュース、インフォシークニュース、ニフティーニュース、ヤフービューティー、などに記事を配信している。ありがとうございます。